エアコメットの A310 から300型機、エアコメットはマドリードを拠点とするスペインの航空会社。主にスペインと中央、南アメリカ各国を結ぶ長距離路線とヨーロッパ各地への近距離路線を運行している。チリのエアコメットとは系列会社の関係にある。1996年12月にエアープラスコメットとして創立した。 スペインの大手旅行会社、マルサンスグループの子会社。1997年3月より、主に南北アメリカ各地、カリブ海地域へのチャーター便の運行を開始した。2007年1月より、現在の社名で、現在は定期便と季節便の運行を主に行っている。2006年12月のエアマドリード倒産後、 同社のラテンアメリカ方面への長距離路線を引き継ぐ形で路線を拡大2007年5月からはアメリカ合衆国への路線を廃止してヨーロッパ域内とラテンアメリカ各国の間を結ぶ路線に経営を絞っている2009年12月の経営破綻により運行を停止した2010年3月に客室乗務員が同社による長期の給与未払いを訴えるために ヌードカレンダーを作成し、話題を呼んだ。モデルはすべて女性の客室乗務員で、カレンダーでは、キャビンの内外で、挑発的なポーズを披露。中には、ジェット機のタービンの上で撮影されたユニークな写真と、モデルになった客室乗務員の一人は、私たちは自分たちが受け取る権利があるものを求めているだけ。皆、8、9ヶ月間も、 給料をもらっていないと訴えていた。エアコメットの運行機材そのうちのエアバス A3101 機は、元は、シンガポール航空のものであった。シンガポール航空117便ハイジャック事件の機体もこの機体であった http://www.ch-aviation.ch-aircraft.php?search="set& エアライン、イコール MPD&R、R、オーパスイコール1。ありがとうございます。